さあそろそろコンプリートかな。よく見つけたよ、さすが俺。まだある、おしゃれな見たな、これ流れ星のコースにあったよ。もうコンプ済みだからあとこれだけだな。よし行こう行こう。あったー、なるほど、玉がない。ここにもなんかある。見つけた。確かにこれは結構厳しかったぞ。ちょっとぶつける前にここ行ったことなかったから、ここのルート行ってないからね。なるほどね、ここに赤コインかなんかあった。あっ、あぶねえ。あーコースクリアじゃ。よし、やったぜ。そろそろコンプリートかな。もう一個くらいかなって。次行くよ。土星。宇宙基地の裏。土星さん。俺の知ってる土星と違う。俺の知ってる土星はね、丸っこくてね、鼻がでかくてね、プーとかね、言ってたっけ。俺マザー2してねえからな。あれか？違う。あ、その奥にあったボーリング玉かな、あれ。ボーリングではないな、ビリヤードの玉みたいな感じがするけど。もう一通り回った感するけど、まだ探し物ある？もういいんじゃない？え、もういいんじゃね？もういたわそれ。ほんとだ、銀の方ね、見たい。あれ、すっかり花のことを忘れてた。いやーねー、探し物に夢中になって思いっきり花のことも忘れてた。ちょっとだよ。探し物を、その鳥来なかったかな。多分さすがにこれ以上ないと思うんだけど。まあ銀のね UFO は結構いろんなとこで見たからね、まあ、6個もいたかって感じで、そのここら辺から左上にいたよね。プラス花だね。花は宇宙かな。ほら、とりあえずここワンコーン。中間入ります。我々は死ぬ。ポン、いない。ちょっと奥も行っとこうかな。ないね。これでもう3つ目か。上いなかったっけ。通り、痛い。奥もなし。ここダメージ食らっちゃうんだよな。まあいいか、箱来てるし。聞いてる箱、この辺にもう一匹いたね、覚えてる。ほら
よっ。で、上に参ります。ここの花が4つ目だった気がするんだよな。とりあえず君だ。4だね。この後か。ここじゃなかった。やっぱ宇宙かな、もしくはここの左か奥ぐらいにあっても。これ上行くとね、勝手に入っちゃうからね。よし、じゃああとは宇宙で。ってことはこの後、これ金だけど判定はいかに。違うやつだ。この上か。よっ、ない。金は違うんだ。じゃあ全部壊していこうか。となると、こいつをどっかに連れて、ここの下、下ない。そんな、こんなひどいことはないと思うけど。ひどいことあったわ。とりあえずひどいとこに1個あったね。これ上だな、多分この上に乗れるんだ。ほら、あの上に戻ってくればいいのか。よっ、とりあえずこっから戻れば OK か。ここに花あったわ。あと2体。いて、もう背景しか私は見ていません。あと1体は2体目がなさそうだな、このまんまだった。こんだけいるってことは、この上のさらに上がある。それでもおかしくないよね。はい、消えるの早い。あとは最後かな。お、おりゃ、ラスイチいてくれ。ダメか。ってことはどっか手前にいるんだろうな。まあよかった、花のこと完全に忘れてた。
あと一つ、今回はね手前側をずっと見ながら行ってみますか。ビリ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 、ニャヒーン。手前、それじゃね。お前だろ。やったぜ。未確認物体ね、飛行してないから UFO じゃないね。よし、コンプリートだろ。やったぜ。全部集めたよ。いいところでしょ、いつでも遊びに来てね。さあお次は、おっとっとっと、また緑。元気が出ないよ、15個あればな。あげちゃう。だから早く回しな。元気出たよ。パカーン。お、太陽。なんかわけのわからん左側のナマズ、ブラック本当にわけのわからん生物がいるけど、サマーランド、夏だ、三浦です、大竹です、2人揃ってサマーズです。サマーランド、サマーランド、宝くじってサマージャンボだろ。じゃあ誰になろうかな。よしよ、選ぶ。夏、夏、夏、緑もしくは水色、うん、夏っぽい、夏っぽい。ヨッシーなんかいねえよ。水色あたり、この辺で行こうかな。着替える。惑星ね、あんま色合わないな。こっちで行くか。これもな、色かぶり逆にするか。赤に水色とか合わせていくスタイル。ね、こんな感じ。いい感じ。いい感じ。よし、これでいこう。さあ、次はサマーランドだけど、ちょっとね、終わり見えてきたんだよね、全体マップ見て。多分あと2、これワールドと次のワールド行って、ラスボス戦。ね、ちょっとこの辺でね、まだ終わっていないっていうか、取り漏らしてるところ戻ろうかな。こうやってみると、こことここと、ここ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 、うん、ここは終わってるか。結構序盤の方がねいけてない。よし、まあ分かんなかったらもうとっとと諦めながら一回ずつ戻ってみようかな。気分変えると意外に分かることってあるじゃん。ここが一つ、ここが一つ。何がまだなんだこれ。赤コイン6枚は多すぎだろう。赤コイン2枚。6枚はちょっと多すぎないか。やひー。さあ、穴はオッケーだな。あと赤コインだけね、とりあえず。そう、ここ時間もあるんだよね。いて、弱これ。この装備弱。ああ上行けねえ。戻んなきゃいけないんじゃないかな。取ってるね。4、3。ヒッテッテッテン。ゲームオーバーになるステージここしかねえな。6枚は多いな。30秒までしか回復しないんだよね、どんだけ早く取っても。
まあまあ、よいしょ。逆に考えるとどれだけ探してもね、OK ってことだから、この辺で取るか。よっ。時間制限あるとじっくり探せないのがね。そうそう、タイムを稼がしてもらおうかな。 OK、 3枚あった。下じゃねこれ、上か。やっぱり花輪っか。キュウちゃん、よーし、あと1枚。背景の金箱じゃないかな。背景の金箱だとするともうこの辺ありそうなんだけどね。ゴールまで来たけど背景の金箱見つかってないよね。とりあえずクリアするか。あと1枚。まあまあ初めの時はこれ輪っか超えるの夢中だったからな。ラス1。全然見当たらん。あ、いたいた。オッケー、コンプリート。よし、コンプリート。チャレンジ、よし、サーカス。この赤コイン全く分かんなかったとこだったと思うからな。これ全然分かんなかったんだよな。一回だけ行きますか。ちょっと発想を変えていかないとね。これまで通りに探して見つからなかったからコンプリートできてないんだよな。どっか裏道系？もしくは背景壊したところにあるとか。お化けは全部やった記憶が。デブ君、上からぐるぞ。上に戻るぞ。ここなかったしね。ここだと思ったんだけどな。おっ、よし、そういうことか。おお、やったぜ。クリアってどうすんだっけ。鍵はどこだっけ？あ、違う。お前か？お前だ。しかし残念ながらクリアまでが遠い。ダメージとか知ったこっちゃねえぜ。なるほど、知ったこっちゃあったわ。これあれか、青コインか。大丈夫、間に合う。よし、
オッケー、見つかった見つかった。あー、お父さんお父さん、魔王が鍵鍵鍵。デブは重しデブくん、視界の邪魔だ。鍵どこだったっけ、この奥だっけ。ポンポポン、これだよね確か。もう謎解きは覚えているのだよ。補充されるデブ。さあもうクリアするだけ。お父さん、お父さん、魔王が、魔王が、ケインが追ってくるよ。ねっしん。コンプレート。花丸開けちゃう。